621、仕事を再開しよう。レーザー障壁を解除したことでさらなる深度の探査が可能となった。アーキバスからは先行調査を継続しろとの依頼が一つ、そしてもう一つ新たな依頼が来ている。先行調査要員レイヴンに通達します。あなたの進行してきたルートを密かに追跡している機体があるとの情報を得ました。コーラル調査においては企業の要請に基づかない独断での突入は許容されない。発見次第速やかに抹殺するように。死人が増えると言ったな。こういうことだ621。あなたを追跡している機体、解放戦線か独立傭兵あたりでしょうか。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始だ。封鎖されていた深度に降下していけ。レーダー障害が発生しています。発生コーラルの無干渉でしょう。あなた、目と耳が頼りです。それはセルダー内部からコーラル反応、危険です。突入した傭兵を始末しろという話だったが、なるほど、突出した個人はもはや不要ということか。そしてあわよくば不穏分子も共倒れ、上の連中の考えそうなことだ。このラスティにはルビコンでなすべきことがある。戦友、君はどうだ。遠心していく。踊らされるつもりもないが、いずれ避けては通れない道だ。行くぞ、戦友。互いが抹殺でしょうというわけ。621、まずは生き残る。待て、先走れろ、ラスティア。
の撃破を確認。リオが得たも撤退したようです。コーラル集積反応はこの大穴の下から来ています。進みましょう、レイブン。ルビコン技研都市、やはりか。探しても見つからないわけだ。企業が動き出す前に手を打つ必要がある。戻って休め。レイブン、私にははっきりと見えています。コーラルの同胞たちの声が、はあ、アイビスの火に飲み込まれ消えた同胞たち、そのわずかな生き残りが長い時を経て再び群れを形成した。ウォルターから連絡が来ているようです。確認してみましょう、レイブン。通信が入っています。仕事の前に一つ昔話をしよう。ある科学者がいた。家族を捨てコーラルの研究に没頭した男だ。狂った成果が山ほど生み出された。強化人間もその一つだ。善良な科学者もいた。男の罪を肩代わりし、全てに火をつけ、そして満足して死んだ。この話には教訓がある。一度生まれた者はそう簡単には死なない。621、昔話は終わりだ。仕事を始めるぞ。